じゃこんにちは、豊さん。豊さんは、まあ、野手なので打つ方なんですけれども、例えばよく打つ方、守るも入れてくる、まあ、すみません、そうですよね、走るも入れてくる、走攻守、走攻守3拍子揃った選手だったんですけれども、もう一回言ってみ、走攻守3拍子揃った打率3割超えの選手、よし、許したら、ありがとうございますだったんですが、はい、まあ、よく言われるのがバッテリー、まあ、あうんの呼吸ですけれども、うん、はい、キャッチャーはピッチャーが投げやすい球をこう、ね、あのところにこうサインを出すのがいいのか、うん、それともいい配球をして抑えるのがいいのか、これどっちなのか論争というのがあるんですが、配球って確かにあるよ、うん、でも真ん中だって打ち損じるからな、そうです、バッターって、うんうんうん、だから基本的にはやっぱ共同作業のお互いの責任だよね、はい、どっちか一方がっていうことは、まあ、それはないよ、ではない、うん、それは完全に取れるボールをパスボールしてそれが決勝点になったって言ったらさ、はい、それはキャッチャーの責任だし、はい、明らかにワイルドピッチで点やってそれが決勝点になった、うん、これはピッチャー悪いし、うん、だからまあそういうところの責任の所在っていうのは 50-50 であると思うよ。で今日なぜこれを豊さんに聞いたかというと、楽天の今ちょっとバッテリー感で問題が出てきているということで、あの早川投手が、はい、4月20日に登録を抹消されたんですね、はい、で実はこの前日の19日の西武戦、太田捕手とバッテリーを組んでいたと、はい、で3回までに長短打6安打、はい、で2四球で5失点と投球が乱れ、うん、4回からキャッチャーが石原捕手、これは早川投手と同い年なんですけれども、はいはい、に代わって4イニングで2安打無失点というふうにそこからはまあ立ち直ったんですね、はい、ちなみに太田選手は言っておくと早川選手より2つ年上なんですけれども、うん、試合後のコメントなんですけれども、はい、太田捕手とバッテリーを組んだ3回までに5点を失い、ボール自体は悪くなかった早川投手ですね、自分は要求された球を投げた感じですと振り返った。で一方で石原捕手に代わった4回以降について記者が聞くと、テンポも良くなりましたし、石原選手とはバッテリーを組んでいない試合でも話をするので、自分の投げたいボール、どういう配球をしたいとか分かってくれているので、そこは強しの強みですというふうに公にコメントを出しました。これに対して今井監督が、明らかに早川投手と太田捕手のコミュニケーションうまくできていなかった、それじゃ困るのよねという話、開幕投手を務めてチームを引っ張っていってほしい選手がキャッチャーと合わないからどうこうというのも寂しいですし、そんなことを言い訳にしてほしくないというふうに抹消の理由を説明したということで、まあ、レベルが低いな、これは早川の、うんうんうん、俺はすごくレベルが低いのと、はい、スタメンってさ監督が決めてんだよね、はい、それに対して造反だな。あ、今井監督は正解だよ、落として、うん、で悔いを残してるって言ったら、開幕投手にしたのは俺のせいだって、申し訳ないってみんなって、うん、思ってるはずだよ、うん、遊びでやってんじゃないんだ、仲良しコンビでやってるわけじゃないんだから、はい、チームの輪を乱すような、うん、そういうことを言うっていうことが、うん、まずチームワークとしてなってないの。それを公のコメントで出してるわけですか。もちろんもちろん、はい、で明らかにその石原、はい、キャッチャーの方がいいって言ってることを言ってるわけでしょ、はい、うん、いやそんなピッチャーだったら、うん、もう石原とどっか行ってこいって、うんうんうん、と思うよ俺だったら。確かにそんなレベルのピッチャーかお前って、うん、お前ドラフト1位でナンバーワンで楽天入って、はい、で何者入りで入って、うん、キャッチャーこの人じゃないと投げれませんって、うん、そんな甘っちょろいんだったら、うん、首振る権利もあるわけだからさ、サインで、はい、要求通りに投げましたって、うん、じゃあ自分の責任ないのかって、うんうん、そう思っちゃう、そういうことでしょ、はい、要求通りに投げても四隅に来たら、はい、バッターなんか打てないよ、うん、これはねやっぱこうちょっと聞いてて不快だな。確かにそうですよね、うん、これはねでもねコミュニケーション不足って、まあ、確かにあるかもわからないけども、これは分かって使ってると思うんだよ、うん、だからチームの事情で石原を使わなかった理由、はい、太田を使った理由、うん、これもね分かってるはずなんだよ、はい、監督はね、うん、だけどあえて使っていったっていうのは何かにそこに理由を求めてるんだよね、うん、でも全く逆で手のひら返しで最後のコメントなんかひどいでしょ、はい、
太田をこけ下ろしてみたいな、うんうん、これはねやっぱりちょっといかんな、これはな。そうですよね。例えば今日は誰とマスクをかぶるっていうのはもう分かってるわけじゃないですか。分かっててどういうふうにコミュニケーションを取ったりとか、通常だと例えば1回、いやミーティングはしてるはずだよみんなで、うん、でこのバッターはこうしようとか、うん、ああしようとか、うん、そういうことはね必ずやってるはずなんだよ、はい、投げてるっていうことは納得して投げてるっていうことなんだよ、うんうん、だけど打たれた原因を要求通りに投げましたけどみたいな、うん、そういう投げやすな言葉で、じゃあ太田がリードしたらね、全て投げるのかっていうことになるわけじゃない、はい、うん、これはやっぱりこうあえてやらせた結果かもわからないしね。いやそれは開幕投手やるぐらいだから力は認めてるよ早川の、はい、やっぱそういうピッチャーになってほしくないっていうのを分かってて、うん、あえてやったかもわからないよ。どこかで例えばね、自分の気づかないうちに天狗になってしまっているとか、そういうところで、ね、気づいてほしい、まあ、天狗になるほどの成績は残してないよ。だから今井監督の中で今各球団ねいいキャッチャーとか2人体制とか3人体制でやってるけど、今井監督の中ではこのキャッチャーにまあ例えば100試合以上だとか一本化したいなっていうことはあるとさ、やっぱピッチャーがキャッチャーを選んでもらっちゃ困るっていう、まあそういうチームの方針を作り上げようとしてたのかもわからないしね。だからこれはちょっとわからないけども、そういうことは心に思っても言うべきことではない、うんうん、これは試合終わって2人で話し合って、例えばあそこの配球なんだけどとか、そういうふうにして話し合うべきことで、それを公にするっていうのはまた全然違うことですよね、まあ、そうだな、要求通り投げた、それは太田だってデータは入ってるよ、うんうん、だからそこに要求してて、やっぱ甘かったから打たれるんじゃないのって思うけどね。だけど昔はねもっとひどい人がいたからねピッチャーねもうびっくりするよ、あーって打たれだしたら、うん、キャッチャーが言いに来て、うん、いいんだお前受けてりゃ壁でいいんだよみたいな。そうなんですか。でもそれで大投手、まあ、大投手いやそのぐらいのピッチャーだよ。あもうね、うん、だからその本当に昔のエースって、はい、打たれたら俺の責任だし、うん、抑えても俺のピッチングが良かったって、うん、お前なんか壁だからみたいないやそのぐらいのプライドを持ってピッチャーって上がってたよ、うんうん、誰も誰のせいにもしない。あその代わりね、その代わり、うんうん、いや打たれたら俺のせいだ、うん、リード良かったですねって、いやいや俺が投げてんだってそんな感じだからいやだから昔のピッチャーって人のせいにすることはまずなかったな、大エースって言われる人は。確かに、いや俺の球あそこよく打ったなあいつみたいな、うん、っていうような感じだよ。そうですよね、うん、リードがどうのこうのとか、うん、要求がどうのこうの、お前何よお前偉そうにお前俺が首振ったらサイン変えろみたいなそんな感じだよ、うん、俺が納得投げするボールを投げるんだよみたいな、うんうん、そんな感じだったけどね。ただその代わりやっぱり大投手でやっぱり負けないし、負けた時は自分が悪かったっていうことですよね。でキャッチャーのその価値を上げたのは野村さんだから、うん、はい、野村さんが一球一球こう細かくさ、うん、説明しながら、データ、いやこの入り方はこっちの方がいいとか、うんうん、まあいろいろしたからキャッチャーってクローズアップされて、うん、まあ、重要なポジションにはなった、うん、まあ、確かに重要なポジションではあるけども、うん、要求しても投げてるボールが甘かったりキレがなかったり、うん、真ん中ばっかり来てたら、うん、それバッター打つよ。そうですよね、うん、でもよっぽど悔しかったんだろうな、セーブが打てない中自分があれだけポカスカ打たれたからそれがすごいね。もうでも俺があの試合見てた、ちょっと見たけどボールは高いしさ、はい、早川の打たれる要因の一つとして変化球が浮くと必ず打たれるな、うんうんうん、だからやっぱキレを失うんだろうな、やっぱ高めに来るボールっていうのは心に思ってても言っちゃいけないことだよ、うん、そうですよね。それ感情はあるからさ、うん、そう思うなっていう方が無理で、うん、だから思ってもいいけどそれを口に出すか出さないかが人間の価値だから。そうそう、そうですよね。だからそこら辺は前大学出てて分かるだろうけどな、うん、しかもこれを記者さんの前で話せば全国に流れていくので、でどうなるかっていうことぐらいは分かるだろうけどさ、そうそう、だからまあそこら辺ではちょっとがっかりするな、うん、あとは例えばよくね、打たれた後でも打たれなくても攻撃に移ってベンチに戻ってくるとピッチャーとキャッチャーがいろいろ話してたりとかっていう光景見るんですけど、そこで例えばコミュニケーションを取ったりとかそういうことももちろんできるわけですよね、しようと思えば。
まあ人間的な相性が悪いんじゃないの、もともと好き嫌いの、いや、やっぱりね、人間って好き嫌いあるからさ、それはしょうがないよな、うんうん、それは顔も見たくない、ここは同じチームメイトも大嫌いって思うやつはいるよ、まあ、ただ、うん、仕事になって勝負になったら違うということだよ、うん、そこですね、うん、そこは荒波でね、うん、例えば俺と森内がめっちゃくちゃ仲が悪いとするじゃん、うんうんうん、ね、でもこうちょっとどっか行ってもちょっとこうもう海の中入って溺れりゃいいのにってまあ思うような仲だとしても、まあ例えばこんな波が来てね2人しかいなかったらやっぱ助け合おうとするよ、そうだよな、します、そうするよな、でもバッテリーってそんなもんなんだよ多分、一つの優勝する勝つっていう目標に向かって同じ方向に行かなきゃいけないいけないよ、うん、そうですよね、それは今井監督が怒るのも分かるし、うん、今井監督がスタメンを決めた、決めるのはコーチかも分からない、うん、でも決定したのは監督だからさ、はい、それで交換しに行くわけだからさ、うん、まあそれを言われたんじゃさ、やっぱ監督の顔を潰してるみたいなもんだもんな、ですよね、だし俺が使った人間悪いかみたいな、いや本当です、お前何様だみたいな、うんうん、俺はお前 PL だからねはそりゃきついぞお前いや本当、まあ、PL にもいろいろあると思うんですけど、いやいや、やっぱそこら辺の勝負に対してとか、うん、貪欲なものがあるから、まあ、そうですね、そうですね、いやだからそれはね、うん、やっちゃいけないことだな、ですよね、まあ、年齢がどうのこうのっていうのは関係ないと思うんですけど、ただね、太田選手も2個上っていうところで、まあ、いやなかなかそういうこと言えるもんなんだなって、太田も高齢出てるからね、うん、名門出てるからさはぁみたいな、いやすごいというか、なんか亀裂が浮き彫りになっちゃったよみたいな、ちょっとな、楽天は、うん、まあ、昨年のオフからね、あ、はい、まあ、いろんな問題があってギクシャクしてるな、うん、チーム内がこういう状態、もう今井監督も若いし、もうそっから整備しなきゃダメなんじゃないの、人としての教育というさ、うん、やっぱ人間がやることだからさ、はい、まあ、こういうことがあったらもう面白くもなんともないよね、だって他の人間が聞いても、うん、野手が聞いても不快だもん、いや本当ですね、何言ってんのあいつみたいな、うん、なっちゃうじゃん、うん、一緒の方向に向かう、あいつ向かってんのみたいな、うん、そういうことになってくるからさ、うん、強いチームにはなってこないよ、そうですよね、うん、だから今井監督がやった、まあ、ファームに降格、うん、これはもう正解だし、うん、人としてやっぱこうどう育てていくか、うん、もう野球を教える以前の問題だな、ですよね、うん、だからピッチャーがその、ね、キャッチャーのせいにする、逆にじゃあキャッチャーは勝てなかったのこのピッチャーが悪かったからですよなんて言わないですよね、言わないよな、普通は。でもうまくいってるところってさ、うん、雄大のリードが良くて、うん、そうね、その雄大は投げてくるボールが素晴らしくてみたいな、なんかありますよね、もうね、そういう関係であってほしいし、うん、バッテリーね、まあ、夫婦と言われるね、はい、まあ、間柄でいてほしいな、うん、だからよりコミュニケーションだったりとか、なんでその配球なの、なんでそのボールなのってお互いに思うことは自然なことなので、うん、それをどういうふうに解決していくか、そのダダをこねるとかではなく、仕事だからな、仕事なんで、ビジネスとか仕事なんで、ファンもいることだからさ、そうなんです、そうなんです、自分のわがままだけでやってるわけじゃないから、うんうんうん、ヤスだって守ってて大変だよお前、うん、あんなこいつみたいな、ね、2人でね、なんか喧嘩してるような投げ合いしてて、いやもう蹴り上げに行ったろうかなとか思う、セカンドから、いや本当だよそうなりますよね、なるよ、見てて本当やっぱチームのね一言とか自分の発言でチームのね、あの輪を乱してしまうとか、チームのね雰囲気を士気を下げてしまうことにももちろんなりかねないので、そうだな、うん、まあ、ここはリーダーで浅村がガツッと、そうです ね、引っ張っていくことが、お前チームのために、ね、うん、やろうぜって、うん、ね、まあ、そういう感じを捨てろみたいな、うん、ね、まあ、そういうことも大事だな、そうですね、次また早川投手が上がってきた時の、はい、まあ、ピッチング、まあ、本当にいいピッチャーだから、うん、もうそういう感じを捨てて、ね、うん、バッターと勝負してるんだから、そうです、キャッチャーと勝負してるわけじゃないから本当そうですね、だから頑張ってほしいと思います。